攻め方上手でしたし、カーフ結構やっぱやられましたね。吉野智樹選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？はい、本日、まあ、このような舞台で試合をさせていただいて本当にありがとうございます。まあ、率直な終わった感想なんですけれども、すごく悔しい気持ちがすごくありましたし、そうですね、はい、もっと頑張りたいなという気持ちも同時に、込み上がりました。はい、ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？はい、そうですね、まあ、細かく疲れた、まあ、ちょっと僕もなんとかこう対策を練ってきたんですけども、やっぱ相手の方がちょっと攻め方上手でしたし、まあ、そういったところを本当細かく細かいところで僕はやっぱりちょっと見てしまったところがあって、まあ、最後もちょっと何をもらったのかっていうのを正直あまりはっきり覚えてなかったんですけども、まあ、そういうところをですね、まあ、僕自身もすごく勉強になりました。はい、今回 K1 初参戦でしたけども、そういう点ではいかがだったでしょうか？はい、そうですね、今までちょっと他団体の方出てやらせていただいたんですけども、まあ、K1 やっぱり僕が、まあ、幼少の頃というか高校生ぐらいの時からですかね、まあ、やっぱそれがすごい全盛期の時だったと思うんですけども、そういった時から知ってた団体でしたし、まあ、アマチュアではちょっと何戦か参戦させていただいたんですけど、やっぱり本当独特な、本当になんかすごい緊張する雰囲気がありましたし、まあ、本当にそうですね、まあ、出れて本当にすごく感謝してます。ありがとうございます。はい、最後、何かよく覚えてないというお話でしたけども、ローのダメージは大きかったんでしょうか？ロー、カーフ結構やっぱやられましたね。僕ちゃんとちょっと対策取ったつもりだったんですけど、やっぱり、うまかったですね、入ってきて。で、まあ、3、4発もらったぐらいがちょっとしびれちゃってたっていうのもありましたね。はい、ありがとうございます。最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。はい、まあ、本日本当にこの横浜武道館大会に参加させていただいてありがとうございます。まだこれで、そうですね、火が消えたつもりではありません。これからもう少し気持ち入れ替えてまた一から、頑張っていきます。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。